縄周辺の敵艦船群に対し再出動。敵もまた補給の戦いを続けている。この敵艦船を叩き潰し、補給の腰をへし折らんと巨大な魚雷を抱いて我が雷撃隊は出撃する。神風特攻、神雷特攻に愛好をして各基地から敵船団の頭上へ。必殺の魚雷は新鋭雷撃機天山の花へしっかと抱え込まれた。攻撃は決して一度で終わるのではない。再び三度敵艦船見るまで愛知天山を勝って我が雷撃隊名は連続攻撃をかけるであろう。南西諸島の海域に雨雲を垂れ込めて雨季来たる。しかも我が表しは雨雲を突き破って海に肉薄する。一発防沈の戦果を上げるまで